2代目マスターマスターは、ルノーの車両総重量2.8から3.5トンクラスの商用車である。プラットフォーム式車種のホイールベースにはショートとロングが、車種一体型のバンボディには、標準ルーフとハイルーフが用意され、その他に、はしご型フレームのトラックもラインアップされている。1980年夏に、 それまでのエスタフェットを代替するモデルとして、マスターとそれより小型のトラフィックが市場に導入された。マスターには前輪駆動のトラクシオンと後輪駆動のプロピュルションの2種類の駆動方式が用意されており、前輪車軸の後方に搭載されたエンジンの上に、キャブが乗るセミキャブオーバー形式であった。 駆動方式により縦置きエンジンの向きが異なり、FF のトラクシオンはエンジンの前にクラッチと変速機を置く通常とは逆の配置をとっていた。外観のスタイリングは直線を基調としたものとなり、初期型ではフィアットリトモに似た円形のドアハンドルを採用していた。特徴的な外釣り式の過失、客室側面ドアは一般的な一旦外側に引き出す形式の スライドドアと異なり丈夫な単造性アームを不要としていた。跳ね上げ式のテールゲートを持つモデルではテールゲートが開くとともにその視点が天井に沿って前方へ移動することでテールゲートの後方への張り出し量を少なくする工夫が図られていた。当初は 2.5L のフィアットソファーム製ディーゼルエンジンを搭載していたが、 1984年から 2.1L 版が追加され、稀ではあったが 2.0L か 2.2L のルノー製、ガソリンエンジン搭載車も販売された。他社の製品とも競合したが、後のルノーのダッジイギリス工場獲得後に、ルノー50として売られるダッジ50とも競合した。1994年にマイナーチェンジ。搭載されたエンジンは、 自然吸気の2.5リットルとターボ付きの2.8リットルで、共にディーゼルエンジンである。日本への正規輸入は行われていないが、個人輸入のほか、三井物産オートモーティブが輸入していた、キャンピングカーの中の一つにも、ベースとして使われていたが、いずれも少数である。二代目マスター1997年にモデルチェンジ、した二代目モデルは他社へも OEM 供給されるように、 なり、オペル及びボックスホールでは、モバノとして、2001年からは、インタースターとして、提携先の日産自動車からも販売されている。2002年には、大幅なフェイスリフトが行われ、ヘッドランプ形状の変更や、フロントグリルの変更が行われた。それにより外観は2台目トラフィックに近いものになっている。エンジンにも、日産製 z d 3 0ド T が追加されている。 この世代も正規輸入はなく仮想済みキャンパーがインディアナ RV によって輸入されている。2018-2019から2010年1月25日に発表され、4月に欧州で販売が開始された。同時に OEM 供給しているオペル、ボックスホールのモバノのも新型に切り替わった。駆動方式は FF と FR が用意され、 ホイールベース長も3タイプ設定される。エンジンは2.3リットル次回4、ターボディーゼルエンジンが搭載され、最高出力 100PS、125PS、150PS の3タイプがラインアップされる。日産自動車版は2010年のハノーファーモーターショーにて NV400 として発表された。2018年10月からルノーサムスン自動車を通じて、 韓国市場でも販売を開始した。2019年、フロントマスクを大幅改良。世界のトラック、バス2元社。1980年11月25日、ピアニッシュも110から114。HGV パーツダイレクト。ありがとうございます。